おはようございます。私が磯田康夫、69歳、大学4年生ですね。今から3年前に大学行き始めて、英語の勉強を始めて1年目で英検準1級に合格し、3年目で英検1級の筆記試験に合格しまして、つい先々週かなに面接試験もありました。まだ結果は出てませんが、出たらまた動画アップしていきたいと思います。ほんでまあなんじゃえらほいという本日何の話ってなもんで、暑いですしね、ちょっと今までのというかこれからの勉強の今私のやり方とかね、だから大体どういうテーマを持って自分がやっているのかっていうような話を、まあ過去にもしたことあるんですけどね、もう一回やってみたいなと思ってます。で、私は英語そのものにね、結構関心があって興味があって、その研究をしてて、特に日本語との非常に大きな差異がありますのでね、その部分で日本、むしろ逆に日本語に逆にこう光当たってくる、日本語ってはこういうもんだったんだなっていうことが分かるというようなことが、英語をやってるとまた別の意味で分かるようになりますね。まあそんなことがあって面白いんですけれども、具体的にどんなことやってるかというと、大体私朝起きる非常に早いですね、もう午前2時とか3時とかそれぐらいに起きておりますのでね、それから勉強を始めるわけですけども、まあ最初はいつも、まあ大体いろんな単語の練習から始めて、まあこれは皆さんご存知だ、これは今もやってますよね。っていうのこれ結構重要な単語がたくさん出てくるんですよね。本を読むのに必要な単語はたくさん入ってきてますね。ですから、まあ日常的にはね、特に英検1級の単語ってそんなに使うことはないんですけども、やっぱり書物を読むところにおいては非常に重要な単語がたくさん出てきますので、これ十分意味のある内容の単語集ですね。非常によくできてると思います。今でも合格した今でもやってるんですけれども、9割ぐらいしか覚えてないんですよね。で、また放っておくとね、忘れていくんですよね。それで絶えずやってるということがあります。で、それからあと、新聞をよく読みますんで、大体、ニューヨークタイムズと契約してますので、1ヶ月2ドルですから、これは結構おすすめですよね。安いし、一応コンピューターでピッと上げて、こういうの使う人、若い人多いんだけれども、私らも年いってると目があるってのは、こういう小さい画面しんどいんですよね。で、例えばこの動画なんかでも、大体8割の方はこれで見ておられるっていう調査結果出てるんですよね。ただもう私はこれで見ることはあんまりないです。聞くのに利用するってことはありますね。YouTube このジャックでさんで耳へ入れて、それで聞いてるっていうことはよくやるんです。これ便利ですからね、どこでも使えますから。でも見るのはちょっとね、画面が小さすぎてしんどいですね。ざっと私朝コンピューターのね、モニター上でニューヨークタイムズなんかパッと目通して、でそれからあといろいろ書も読みますけども、で、もちろん本、いわゆる紙の本ももちろん読むんですけども、目が悪くなってくるとやっぱりどうしてもこの Kindle に頼ってしまうっていうか、もうこれほんと便利ですね、この Kindle。 ちょっとこれもし Kindle をお持ちでない方がおられたら、これはおすすめです。Amazon で買いました。1万円前後ですよね。機種によって安いのもあれば高いのもありますので、これは絶対あった方がいいと思いますね。で、それでなぜあった方がいいかというとね、これ980円で契約したら自由に全ての本ではないんですけどね、そこどこの本が読めるという読み放題という契約があって、私それもしております。そうするともうそれだけで、はっきり言ってもう読み切れないぐらいもう大量にありますしね。で、紙の本よりこちらの方お値段安くなっております。で、しかも古い、いわゆる著作権の切れた古いクラシックノベルとかクラシックの本がありますよね。ああいうものはほとんどただかただに近いような値段でこれにシュッと入れれるようになってるんですよね。ですからそれも非常におすすめですね。で、しかもいいことにこれ辞書が内蔵されてるんですよね。ちょっとお見せしましょうか、辞書。
こういうふうな、まあ、これはしょうもない通俗小説なんですけどね、だからあんまり知らないこと出てこないんですよ、もう知ってたわけだから、まあ、いいんだけど、ちょっとどれか参考にやってみましょうか、何でもいいですね、あんまりも簡単なことからね、これはね、まあこういうふうにクリックしますと、出てくるわけですね、こういうふうに、あ、もうちょっと近づいた方がいいかな、こういう感じでできます。でこういう辞書内蔵されてて、あのすごくこう意訳に立ちますしね、あのこれはおすすめです。でしかもいいことにね、例えばあの、まあ、大体私あの布団の中で本読んだりするにはこれものすごく便利、あの、まあ、特に嫁さんと旅行なんか行ったりした時はいつもこれ持ってきます。本だったら重いしね、これだったらこれ一冊で済みますし、ほんであのね、あの私と大体こう起きる時間全然違うから、勝手にこう布団の中でこうやって読んでても怒られないですよね、電気つけたりすると怒られるから、そういう良さがありますね、うん、でですからこれは絶対おすすめです。で最近のね端末ではあのこう動画も見れるようになってるらしいですよね、あのちょっとそれはこれはではできないと思うんですけども、そういう機能のついた端末もあの売り出されておりますので、一度こうアマゾンでこう調べてみられて、あの気に入ったあればこれぜひおすすめ の, あの英語学習者用のアイテムですね。で、まあ、あとはお決まりですけども、いわゆる電子辞書ですね、うん、もうこれも非常に大活躍で、もうこれなしでは折れないという感じで、もう私ですが三種の神器はこの3つがまあ大体三種の神器ですよね。それでも持って旅行とかあの出かけるとか、もう家の中でも絶えずこれ持ち歩いてやってるという、そういう状況でやっておりますね、うん、でねあの時々話聞くんですけども、それはね英検1級を目標にして勉強されてる方はそれはいいんだけども、合格しちゃったらあとすることなくなってね、いやどうしたらいいんでしょうかっていう質問が来るんですよ。 あのいやいやいや、そういうのをね目的にしちゃうっていうのをちょっとねどうかなと私は思うんですけど、まあまああのそういう方の場合もう他にすることがないっていう、それはちょっとどうかなと思います。あ、まあ私自身はあの英語の世界の探求っていうの中での一つの、まあ、試験という、そういう捉え方をしてるだけなので、特に別にその合格したらすることなくなって困るとかそういうことは全くないですね、うん、であと日常、まあ暑いですしね、日常的にはね結構料理なんかも作ったりします。あの私に日常的なあのチャラっていうんですか、あの家庭の雑事、うん、まあ料理洗濯何でもやるんですよ。あの一時ねうちの嫁さんが1年間この入院したことがあって、その間はもう全部私が子育てから子供の弁当作りから もうあらゆることをやりましたですね。あまあもともと私幼稚子供の小さい頃からずっと子供の育て、子育てとか、保育所の送り迎えから始まって、PTA の会長からみんなやりましたんでね、そういうことは全部やってきました、男です。うん、だから、まあ結構面白いですよ、そういうことやったらね。で、まあ、そういうふうにやってると、まあ、子供らも比較的ね、いい方向へ行ってくれるようになりますから、そういう良さっていうのはありますね。まあ、それが勉強、まあ、この年になって定年退職してもずっとやり続けてる、そういう良さっていうのはありますね。だから時々こう聞いて、LINE で子供から何か質問来たりする時ありますね。で、まあ、ちょっと答えたりとかそんなこともしたりします。で、まあそういうところも良かったなというふうに思ってるのは、もうこの年になって勉強を続けてる良さ、うん、まあ、副産物的な良さですけどね、あります。で、まあ、ちょっと料理のビデオも撮ってみたんでね、もしよかったら見てください。うん、私結構ね、まあ、料理もいろいろ作るんですけど、まあ、ポークローストを作ってみました。ビーフローストも好きなんですが、ローストビーフですが、もう好きなんだけども、やっぱポークの方のローストも私好きなんでね、そういうのも、いい肉が出た時作ります。うん、でも普通の一般のスーパーではなかなか出ないんですよね、そういう肉はね。あそこ行くとコストコか、コストコ行ったらね売ってるんだけども、コストコのね大きいんだよな塊がね。でも夫婦2人だけになったらもう
1個で 半分冷凍しといて作ってまたっていうふうにしないと無理なんですよね、あそこの旅行の場合はね。まあ、そんなんやってますので、まあ、ちょっとよかったらそういうのもご覧ください。まあ、これは食堂なんですけど、結構私料理も好きなんで自分でいろんな料理作ります。もう今夫婦2人になってしまってますのでね、交代で私が金曜とか火曜日が私の料理で、あとは嫁さんの料理でいうことですけど、だいたい共同で作ったりしてますんで、今私が作ろうとしてるのがこれですよね。はい、今日安かったんですよね、平和堂で。このポークですね、ポークのローストポークを作りたかったんですね。私ローストポーク好きなんですよね。それで今からちょっと作ってみたいと思います。これはローストポークに入れる野菜です。これジャガイモ買ってきました。で、玉ねぎ、これはうちで作ってるものですね。それとあとここの野菜も全部うちで作ってるものです。嫁さんがガーデニングが趣味なんでね、こういうのたくさん作ってます。ただ今年はね、もう本当悪いんですよ。長雨が続いたために玉ねぎなんかももう腐っ、干してるんですけども、それ腐ってるとか虫が大量に発生したりとか、そういうようなことがあって、あんまり出来は今年はよろしくなかったですね。でこれらも野菜と肉を合わせてオーブンで焼いていきたいと思います。まあ、その前にもちろんフライパンでオリーブオイルで焼いてからということですね。一応出来上がりこんなもんです。これで110度で90分やってみました。ちょっと追加しましたね、最初の何十分では足りないと思って。これからちょっと包んでみたいと思います。これが出来上がったローストポークですけどね、子供に半分渡して、あと少し食べたんだけれども、ちょっとね、時間長すぎましたね。ちょっと火の入りがね強すぎましたですよね。これ見ても、もうちょっとレアにしなきゃいけないの。これウェルダンになってしまってますよね。肉の形、量的にはね、肉の量的には私の感覚で言うと、これ約110度で90分ぐらいだろうと思ってやったんだけれども、形がややこういう形だったために、火が中まで通り過ぎちゃったんですよね。だから形だったら70分ぐらいにすべきでしたね。ちょっと余分にやりすぎたなって感じです。で、食べてみますけども、ちょっと味見してみますね。味がいいです。美味しいですよ。うまいですね。はい。